中川先生の優しいビジネス研究。長野市内のある公園がお隣に住む老夫婦からの苦情によって廃止が決まったということが今世間で非常に大きな話題となっているわけなんですけれども、この問題、一人のクレーマー、まあ一組の老夫婦からのクレームによって自治体が屈してしまった、その結果社会としての便益が失われてしまったんだ、そういう問題として読み解くということに非常に大きな問題があります。この問題、本当は自治体が行うべき正義とは何なのか、その点に関してよくよく議論が行われるべきものであって、クレーマー問題になぜ日本が屈してしまうのか、そういう話はないんだということをきちんとこの辺整理整頓しておきたいと思います。改めて事実関係を確認しておきましょう。子供の声がうるさいなどというような一件の老夫婦近隣住民さんからの苦情が18年間にもわたって続いて、その結果として利用者がほぼいなくなったとしまして、長野市は12月8日市内の公園を一つ閉鎖をするということを発表したわけなんです。で、このような報道がなされてから、日本国内の著名人、知識人、また報道機関、政治、様々なところを巻き込んで、こんな社会でいいのかなんてことが論じられているわけなんですけども、その論点というのが、日本ではクレーマーの声が強すぎて一人のクレーマーの意見が通ってみんなが不利益を被ってしまうんだと、こういう論点で議論がされているわけなんです。ここのところがかなり危ういんだという話なんです。いや、正直ね、政治学者さんだとか政治部の記者すらこの論点でクレーマーになんで屈するんだみたいな議論をしてるんですけども、これ本当問題だと思うんです。というのはですね、自治体が行うべき、すなわち私たちの社会が行うべき正義というものにはいろんな形がある。まあ大きく対別して3種類ぐらいの正義の形があるわけなんですけども、この観点から立つと、老夫婦の権利をきちんと守ってあげるということ、これもまた正義なわけなんですね。ですから実はこの問題というのはクレーマーに屈した問題ではなくて、いかなる正義に立脚して政治を行うべきなのか、このどの正義に私たちは寄って立つべきなのかという、永遠に答えが出ないかのような問題が今ここに生じているわけなんですよ。まあその3つの正義という立場から今回の問題を改めて分析し直していきたいなと思います。第一の正義、そして今現在議論されているのはもっぱらこの論点にとどまっているということを私は問題視したい。まあこの第一の正義というのは、功利の理論、功利主義というやつですね。ここにおける重要な命題は、正義というのは最大多数の最大幸福であって、政治というのはこれをなすべきものなのであるという話なんですね。それはすなわちどういうことかというと、なるべく多くの人の、まあ、この幸せというものの数値が測れるのであるとしたら、なるべく多くの人の幸せ状態を改善するのが正しい政策、正しい政治であって、その時にもし仮に一人が犠牲になるんだとしても、それでも5人の人の命が救えるならば、功利主義の観点からすればそれは正しいんだという話になるわけなんです。この観点からすれば、幼児やその親、数百人の人々が救われ、この人たちが幸せに生きることができるならば、一回の老夫婦さんは犠牲にはなるべきなんじゃないのかと、こういう議論になるわけですね。ですから、この一人の老夫婦のことをクレーマーとレッテルを貼りまして、この人は他の人々の幸せのために一人だけ我を張っている、この人が問題なんだというふうに言ってしまうのは、まさにこの功利主義の観点からなんです。まあ、ただし強調しますが、功利主義というのも一つの正義のあり方であって、この功利主義の観点からすれば、一回の老夫婦などは、社会全体の他の人の利益とのこのプラスマイナスの計算上、割に合わない主張をしているクレーマーだと位置づけることになってしまうわけなんです。この功利主義と真逆の立場にある正義の考え方が、自由主義という考え方です。
国家というものは一人一人、そこで住む人々を一人一人の不可侵の自由に生きる権利を認めるべき存在なのであると、こういう正義のあり方もあるわけですね。私たちは誰しもが自由に生きる権利があって、その自由に生きる権利が侵害されるということが不正義であると、正義がなされなかった状態であるんだというふうに考えるのであれば、この老夫婦がまさに日本国内で幸せに自由に生きる権利を自治体の行為によって奪ってしまっているのであるとしたら、これは正義がないですよね、とこういう観点に立つわけなんです。で、実はですね、自治体経営というのはこの観点非常に強いわけなんですね。なんといっても自治体というのは、そこに住まうすべての人々に幸福を分かち合うために存在しているのであるとしたら、自治体が行う行為というのが、まあ、例えばすなわち公園を設置し、公園を運営するというのが、そこの誰かを不幸にしてしまうんだとしたら、これは政治行為としてなすべきではないんだっていうのが自治体行政の論理になってくるわけなんですよ。この観点からすると、どうして一組の老夫婦、この地に生きる人の幸せを奪ってまでわざわざ公園をここで経営する必要があるのかという話になるわけでして、そんな風にして末端のかよわき一人一人を無視していくのが国のあり方、社会のあり方で良いのか、この自由主義の観点からしますと、むしろ老夫婦こそが守られるべきで、18年間そこで我慢し耐え忍んで、それでも納税をして、それでも市と話し合いをしながらどういうふうにすればいいのか論じ続けてきたのであれば、この18年間の苦しみというのは察するにあまりありますね、とこの公園は廃止するのが妥当なんじゃないですか。これはこれで理屈が通るわけなんですね。皆さんはこの点しっかり理解しておいていただきたいんです。別の正義がある、そして別の正義からすれば老夫婦の権利こそが守られるべきなのかもしれないわけなんです。そして実はこの話にはさらに続きがありまして、第3の形の正義の形というのもあるわけなんです。それは何なのかといえば、集団の利益を優先するのか、個の利益を優先するのかみたいに、ある種の損得感情で測るものではなくって、そもそも正義というのは、私たちがここまで辿ってきた社会としての文脈に照らして、この社会における正義とはこういうものであるというところで、この経済経営みたいな理屈よりもはるかに上のところから、この国のあるべき形はこうであるわけだから、この行為は正義である、この行為は正義でないと、まあ人によってはこれは宗教的な正義の定義だという言い方をします。いわば正義というものはどこまで行っても担保されないものなんですね。どういう根拠でそれが正義なんですかという時に、そのなんでなんでなんでを突き詰めていくと、究極的には結局どこにも行き着かなくなってしまうものなのだと。だからこそ社会全体でこの社会における正義とは何なのか、どういうふうに人々にが生きることが正義であるのか、そこのところを集合的集団的に議論して、ふわっと差し当たって現在の意味においての、私たちの社会はこういうことを美徳としているのだ、ここの部分をしっかり作った上で、その観点から一つ一つの問題を議論しましょうね、とこれが美徳の理論という第3の正義の理論になってくるわけなんです。この観点からしますと、本問題、長野市の公園の問題というのは、私たちの社会構造として、社会としまして、すなわち人々の共通見解、共通禅として、子供たちがのびのび遊べることが幸せなのですか、それとも一組の老夫婦ですら、その苦しみを見逃さず救ってあげることが正義なのか、ここのところの決着を見ていないわけなんですよね。どっちの方がより損だ得だとか、はたまた一回のクレーマーがみたいな議論をするのではなくって、そもそもこの観点、なるべく多くの子供たちがそこで遊べることが私たちの社会の共通禅なのか、はたまた一組の老夫婦がちゃんとそこで幸せに生きることが私たちの共通禅なのか、本来はこの観点からどういう社会を目指していきたいのか、これを議論しなければいけないわけなんです。
かような意味において1階のクレーマーの横やりでなんていう物事の読み解きは絶対にしちゃいけない。その老夫婦が幸せに生きる権利だってちゃんとある。社会としてどっちをどれだけおもんぱかって形を作っていくのか、これを論じなければいけないわけなんです。かくして私はこの問題をクレーマー老夫婦の横やり問題、一見に屈した問題というふうにして社会で捉まえ議論してしまうことを最大限に憂い懸念しております。問題は私たちの社会はどうあるべきなのか、ここの部分をきちんと論じ固めていくべきだという話になるわけなんです。そのようなものとして皆さんもどういう社会であるべきなのか、この問題についてあるべき答えって何なのか、ぜひちょっと考えてみていただきたいんです。すべてのステークホルダーに配慮し、そこにいる人々すべての幸福があるような社会善の形って何なのか、ぜひ皆さんも考えていただきたいなと思います。